レゴブロックの作品展僕らのブリックが現在調布市民会館田作りで開催されています。子どもたちの間でレゴブロックは大流行。期間中に開催されたワークショップには参加希望者の申し込みが殺到。その中から抽選で選ばれた親子が作品作りに挑戦しました。3歳以上の子どもたちは自動車、小さな手で一生懸命に作ります。そう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 、そうだ、ね、おー、できたね。できた。美味しかった。何？楽しかった。本当？よかった。あの、これをお家でこうもっと改造してでこういろいろ考えて作るっていうのがすごいいいことだと思って、お家でも楽しんでほしいな。小学生以上の子どもたちはロボット、相当難しそうですが、みんな楽しそうです。参加してみてよかったと思います。飛行機のエンジンのパーツを胴体に使うっていうところが面白かった。親子で参加するワークショップでは、犬のダックスフンドを制作。子どもたちは親が手伝う間もなく、あっという間に可愛い子犬を完成させました。できた人いますか？はい、できました。お家にレゴある？いや、楽しかった。犬簡単？簡単だね、簡単。田作り南ギャラリーではレゴブロックの電車を実際に走らせる走行会が行われました。会場では子どもたちの目を釘付けにした京王線新型5000系統をはじめ、レゴブロックでリアルに再現されたレゴ電車が勢いよく走り回りました。駅もレールも全部ブロック、みんな大喜びです。家族みんなで楽しめるこの作品展は3月21日まで開催されています。